阿南市家庭教育支援チーム育みクラブの車田雅子さんからは育みクラブの取り組みについてお話がありました育みクラブは平成20年21年22年現在相談員においてのスタート3年目を迎えております事務所は中川町に平成20年から。 南部にには平成21 2年からと2箇所に設置しておりますで相談員及びメンバーはー10名体制、スクールカウンセラー、保健師、助産師さん、えー、それがまあアドバイザー、いろいろ助言してくださっております。それから保育所長経験者、幼稚園長経験者、まあ、教員 OB。 それから教育委員会、障害学習課の中におりますサポーターリーダーとかアドバイザー、10名体制で相談をしたり、訪問したりしております。主な活動、学校訪問です、各種団体の出前講座、各種機関との連携、それから学校と地域住民とを結ぶために私たち家庭教育、地域全体の課題といたしまして、いろいろ電話相談、それから訪問、アンケートの結果などから、 家庭の経済格差が広がっているんじゃないか生活が苦しくて困っている家庭がたくさんおりますよっていう思いにとらわれておりますそのため保護者の心のゆとりが失われているんじゃないか落ち着いて子どもに目を向けてゆっくりと話し合える時間が少なくなっているんじゃないんだろうかということも感じておりますそしてささやかな活動ですけれども子どもたちはもう地域の宝物である 地域っていうのは子どもからも高齢者まで全てが交われるところと思うんですがボランティアに取り組む自分自身また地域でボランティアに取り組んでくれている人たちが喜びや感動を得ているということで私たちの事務所へも寄ってくれたりして話を聞かせてくださっておりますそれからあの家庭教育に関するアンケートは平成21年度の5月に実施いたしました。 子育ての悩みは、はい、いいえ、約半数ずつありますが、このいいえがまた問題でないんでなかろうかと、私ども、10名のものは、月の礼会でも話し合っております。悩みの相談はどんな内容ですか、PTA 対応でしたので、成績、また友達のこと、体のことというのが多かったようです。 それから相談相手、悩みは誰に相談しますかという面では、やはりまあ配偶者でございました、それから学校の教師にはまあ少ないんですね、私どもの教育相談も少ないんです、配偶者の次にはもう友人ということ、うん、それから市内、この市内5%に私たちはどう手を差し伸べていったらいいんだろうかな。 これもあの話し合いを続けております学校教育を、をそれから教育支援チームが目指す方向といたしまして、家庭教育支援は地域全体の課題であると、学校や家庭、地域、住民の連携、この連携を深めるための取り組みが必要でないだろうか、で私たちまあ相談員、コーディネーター、えー、等は、この、 縦との関係、横との関係、のつながり、それのまあ仕掛け人をしていくことが大事であると、学校支援に行く行くはなっていくかと思うんですけれども、本当に困っている人たち、困っている子ども、悲鳴を上げている数パーセントの子どもたち、その方にも何らかの方法で手を差し伸べていく、このつなぎ。 仕掛け人の役割をしていく必要があるんでないんだろうかと、支援チームの各機関へのや住民団体をつなぐ役割には大きな期待が寄せられているんでないんだろうかと思います。 現在の子どもの現状、まあ、だからこそ今、どうやって地域で子育てをしていったらいいのか、あるいは現実的に非常に苦しい経済格差の中で、子どもに関われない親御さんもいると、まあ、それをどのように支援していったらいいのかというね、いわゆる子育ての本質論というのが少しこう見えてきたのかなっていう、そんな感じがしております子どもの読書活動推進団体。 キキラキラ広場の鈴江宏美さんからは図書や絵本を通じた取り組みについてお話がありました上板町では公立の図書館がありません子どもに一冊でも多くの本を読んでもらいたいそういうことから学校行政に陳情し教育委員会の許可を受け平成14年7月に活動が開始いたしました。 運営体制はボランティアです保護者地域の子育てに関心のある方々です運営費会費はいただいておりません次、活動の内容といたしまして高橋小学校図書室開放毎月2回第2第4土曜日の1時から4時頃まで図書環境づくり図書の貸し出しなどを行っております それと上板町には1つの保育所4つの幼稚園と小学校1つの中学校があり読み聞かせグループがありますそして0歳から中学生までの読み聞かせ環境があります活動の目的といたしまして 地域の子どもは地域で育てるという基本的な考えのもとに読み聞かせ活動をすることによって子どもたちが自ら本を読むことができるようになるためのお手伝いをする子どもたちにお話を届ける中で豊かな心を育みたいなどですボランティア体制は保護者で 地域の子育てに関心のある方々年齢は20代のお姉さんから70代のおじさんおばさんと多くの方に出会うことにより読み手が違えば同じ一冊の絵本でも変わってきますこの様子は保育所幼稚園小学校での読み聞かせの様子です。 小学校中学校では朝の読書の時間毎週1回絵本の読み聞かせが行われております読み聞かせ実施についての留意点というところで11から15までありますので3つほど読ませていただきます学校1学校教師に対する批判などをしないこと問題点課題点を話題にしない4 子どものため、そして自分の喜びのための取り組みである、9、取り組みの効果を請求に求めないことなどです。私たちが学校、教育の場の教室に入るにあたり、メンバーの皆さんで約束事を決めました。活動を継続するためにも、初心を忘れずという意味でも必要だと思います。 ほとんどのメンバーが仕事をしています継続するための秘訣お互いの立場を尊重することの大切さそして活動の原点を忘れないように活動の原点は自ら読書する自ら学ぶ力を育てるなど子どもが育つように支援することです子どもを思う気持ちは皆同じなので思い違いなどがある時などは 活動の原点に戻ることで仲良く協力し合える助け合える無理せずに気負わずに続けることだと思います。 もともとの出身は隣の香川県でございまして、えー、香川にいた時からあの徳島は非常に読み聞かせが盛んなってことは聞いておりました、えー、鳴門の方にあの大学の方を転任しまして、まあ、本学余合教授がおいでなりましてもう絵本というものを非常にあのえ中心に研究をされていますしまた講演会講習会も開いておられますまあそういう余合先生から、えー、本当に熱心なんだと熱心だけではなくて、えー、ちゃんと学校のことを考えて 考えて学校といかにあのうまく共存共栄共存してるかっていうことを、えー、考えてるんだっていうこと先ほどの約束ごとっていうのをちょっと見せていただいてああそうなんだなってこと、えー、非常にこう納得をしたわけでございます。